はい、こんにちは。今日ご紹介のアイテム、ロンティーですね。まあ、いろんなところにシミがついちゃっております。なんだろうね、お客様が落としてほしいって言ったのはここなんですが、ここ以外にもちょっと白だから見づらいか、こことかこことかにちょっと酸化してしまった古いシミがあります。ここは残ってもいいのかな、ちょっと電話して確認してみたいと思います。素材は綿ですかね、ブランドコムデギャルソンなんですが、はい、こちらドン、綿 100%、 そしてお洗濯表示はドライクリーニングがダメになっていて、極めてデリケートな水洗いをしてくださいと。30度、手洗いじゃなくて30度に下に線が2本引いてありますよね。これアンダーバーが2本引いてある、これ最大級優しくデリケートに洗ってくださいねというふうなマークでございます。プリントの保持性は永久ではありませんなんていうふうに書いてあるので、もちろんこのプリントを保ってきれいにするというふうなことで言うとですね、ちょっとリスクを伴う作業にはなるんですが、まあシミを取るというふうなところで言えばどこまでだったらできるかなっていうのを探りながらやってみたいと思います。そうですよね、ギャルソンこれ消えちゃ嫌ですよね。はい、やってみます。はい、こちら仕上がりました。状態を見ていただきたいと思います。黒いプリントの お色を損なうことなくですね、シミだけ綺麗にできたと思います。まず一番目立っていたこの首元ですね、首元の黒いシミ、ここです。綺麗になっております。それからですね、胸元というか溝落ちのあたりにですね、大きく黄色い黄ばんだ酸化したシミがあったのと、あとちょっと脇のところ、下のところ、この辺にですね、黄ばみのシミがあったのもすっきりと綺麗になっています。大丈夫です。多分飲食に伴うシミだと思いますね。それが時間の経過とともに酸化してしまいまして、それで、落ちない、普通に洗って取れないシミになったというふうな状態です。実はこれ同じようなことがすごく多いですね。家で、洗っても取れなくてそのままずっと放置してしまうとか、シミがついたのに気づかないとか、見えないとかね、見えづらいとかで、見えるようになってしまった時にはですね、もう時間が経って酸化して黄ばんでいたなんていうふうなことになると、通常のメンテナンスではですね、なかなか取れなくなってしまいますね。でも綺麗になってよかったです。はい、ご利用ありがとうございます。ギャルソンのね、ロンティーでございました。それではまた次のシミ抜きでお会いしましょう。武田クリーニングでした。